とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日も、古代狩り、やっていきたいと思います。今回はね、ショート帽系を探しに行きます。ギフト会でね、やっぱりショート帽系が人気があるんですよ。需要がある。なので、ショート帽系の最強のやつを作りたいと思います。狙いはね、愛のスペル棒かな。愛のスペル棒が性能的には一番いいと思う。で、次に、まあ、機械仕掛けパープルストーム。まあ、どっちとも人気はあるんだけどね。まあ、とりあえず今日の一番の狙いは、愛のスペル棒を狙いに行きたいと思います。はい。で、ちなみに、古代狩りでショート棒系を出すならば、衛兵のアーマー、そして狩人の弓、で、ふわふわの羽か、ブーツ、どっちかですね。そうすると、にじみ出る脅威が1体だけ出てきます。これを6にしていけば、かなり出るので、いいですね。でも、結構、アイテムが必要なので、めんどくさいです。昨日と同じく、スイッチ版で入って、リセットしながらやっていきます。では、いきましょう。はい。それでは、戻ってきました。2時間ちょっとですね。回りまして、結構出たと思う。見ていきましょう。1、2、3、4、5、6。あれ?あれ?もうちょっとあったけどな。下に、下に行ってるんだ。ほら、あったあったあった。下にあった。なんだろうね、この、勝手にさ、場所を変わるのやめてくれないかな、本当に。すごい見にくいんだけどね。ありますよね。なんか、変にね、アイテムの欄が、整理されるっていうこと。これはちょっとね、やめてほしい。まあ、見ていきましょう。結構あるね。まず、ショート帽、いりませんね。機械仕掛け、クリティカル2。できれば、ノーマルショート帽よりも、やっぱ色付きの方がかっこいいんだよな。なんでそっちを狙いましょう。まあまあ、普通のショート帽で出てもいいけど、毒の力、パープルストーム、爆発、はいはいはい。これは、いいね。アーティファクトチャージと下に、バーストボーストリングついてるので、無限もついてるね。なら真ん中に、クールダウンショットつければ、出来上がりか。あ、だね。あ、OK、OK。これは、OK です。当たり。オーバーチャージ、パープルストーム、ダメだ。パワー。採掘者。採掘者でもまあまあ、ありかなとは思うんだよね。デスバーターが発動しやすいんで、ありだけども、ノーマルはちょっとやめとこう。衝撃いらない。で、あとは、上か。あと上ですね。スーパーチャージ、いりません。できれば、愛のスペル棒がいいんだけどね。下には、クールダウンショットついてるけども、重力いらないな。で、機械仕掛けが、パワー、いりません。衝撃いらない。浮遊射撃、いりません。アイテムボーナス、下はなんかいっぱいついてるね。これ下は大成功だね。まあ、クールダウンショットと、バーストボーストリングは離れて欲しかったけどね。でもまあ、使えるね。いい感じ。でもいりません。ノーマルはもうね、やめときましょう。連鎖反応いらない。衝撃にいらない。毒の力、なかなか出ないな。で、愛のスペル棒が、あんまり出ないのね。パープルストームと機械仕掛けばっかで、愛のスペル棒ってなかなかね、出なかったんだよな。ヒューズショットか。ヒューズか。下に、バーストボーストリング、クールダウンショット、無限あたりつければ。いやー、弱いかな。一応取っとこうか。ヒューズショットも爆発系なんで、今回のアップデートで、ち
ちょっと強くなったみたいな話は聞くんだよね。まあ、使ったことないけども、まあ、一応取っときましょう。どうだ？あー、いや、ショックウェーブは、違うかな。悪くはなさそうだけどね。でも、狙いは、バーストボーストリング、クールダウンショット、無限の、あと、ロールチャージか、アーティファクトチャージ。それだね。うん、狙いはそれなんで、やめとこうか。使えそうではあるんだけどね。はい、採掘者。え、もう終わり？あ、あと2つだ。ショックウェーブ。ダメです。最後の愛はどうだ？あー、超弾3か。火力は出るよ。火力は出る。だけども、火力はね、あんまり必要とはしないんだよね。長弾がついて、バーストボーストリング、クールダウンショット、で、無限でも良さそうね。どうしようか。まあまあ、一応取っときましょうか。はい、今日はですね、こんだけか？ちょっとほんと、弓がどっか行っちゃうのがちょっと怖いな。うん、間違えて売ることもあるんでね。はい、今日2時間ちょっと回りまして、ショート冒険厳選したんですけども、いまいちだったね。愛のスペルボーの、ヒューズショットさんと長弾さん。いやー、良くはないと思う。まあまあ、機械仕掛けは、アーティファクトチャージかの3が出たので、下にバーストボーストリング無限があります。真ん中に、クールダウンショットか。それさえ入れれば、まあまあ、使っていけそうですね。で、金が4000。ああ、4000あればね、十分です。うん。まあ基本的に3回か4回でつかなかったら リセットして、やり直してるので、うん、出来上がるでしょう。はい。他に俺持ってないのか、ショート冒険は。あ、こっちもあるじゃん。機械仕掛けは俺持ってたんだ。クールダウンショットとバーストボーストリング付きがあるから、これを変えても全然いいんだな。うん。できればね、パープルストームと、愛のスペルボーの方が欲しがる人がいるんだよね。これギフトだもんね。いやいや、これもだ。機械仕掛けは俺あったんだ。なるほどね。機械仕掛けはあるみたいですね。なので、もうちょっと回ります。もうちょっと回って、愛のスペルボーと、パープルストーム。あれの、いいやつを、ちょっとギフトで配れるように、やっていきます。まあ、とりあえず今日は、機械仕掛けがもう一個出たので、うん、まあ、一個でいいんだけどな。うん、それを、とりあえずエンチャントスミスで、変えてみようと思います。はい。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。